こんにちは、お肉です。今回はまたまたね、一箱プレゼントが届きました。私前回の時にお誕生日がね近かったんですけど、お誕生日の日に開封動画をやりたくって早めに届けていただいたので、ちょっとね多くなったんですけど、当日に届いたものとかもここにあるので皆さんに紹介していきたいと思います。本当にたくさんのプレゼントありがとうございます。ということでね、一つ一つ見ていきたいと思います。まずお手紙から開封したいと思います。こちらありがとうございます。ちょっと開けてみますね。はい、というわけでお手紙はね、毎度ながらちょっと後で自分で読ませていただくんですけど、いろいろね入れてくださってるんですよ。え、すごっ、たくさん入ってる、ありがとうございます。まずすごい、ミーシャのパンみたいな感じでシールがたくさん入れてくれてる、可愛いんだけど、ありがとうございます。すごいね。あ、スリーブ、あ、トレカ収納にぜひっていうことでスリーブを入れてくださってます。え、すごい、たくさん入れてくださってる、ありがとうございます。収納の仕方が下手なのでこれに入れさせていただきます。ありがとうございます。そして次、缶バッジカバー一つですか、お裾分けです。可愛い、これすみっこ暮らしじゃないですか。めちゃくちゃ可愛いんだけど、こんなのあるんだ今、すごい、ありがとうございます。そしてもう一つが、ステップアンダーステップタワレコ限定クリアトレカ、誰でしょうっていう風に書いてあります。え、誰だろう、ちょっと見てみますね。まやちゃんだ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。可愛いですね、嬉しい、ありがとうございます。こんなにたくさんいただいてしまっていいんでしょうか。ありがとうございました。本当にたくさんいただいたんですが、お手紙もねたっぷり入ってるので、ちょっと後で読ませていただきます。本当にありがとうございます。そしてお次がこちらですね。可愛い、ありがとうございます。ポケモンのシール貼ってくれてる、こちらもね中に入ってるんですけど、すごい、ってか私本当に缶バッジが収納全然できないんで、皆さんが缶バッジのカバーをくださる、ありがとうございます。こうやって可愛いのに入れたら、それだけで20のメンバーがもっと可愛くなるし、めちゃくちゃ可愛い、え、嬉しい。しかも3枚入りだって、ありがとうございます。私こんなに可愛い缶バッジカバーがねたくさんあると思わなかったんで、使わせていただきますということで、こちらね読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで次がねこちらになります。破損注意って書いてあるので何かわからないんですけど、早速開けてみます。ありがとうございます。たくさん入ってたんですけど、まずねこちらがソースカツ丼専用ソース、めっちゃ嬉しいんだけど、ソースカツ丼大好きです、ありがとうございます。次がねお手紙、あれ2つ入ってるってことはご家族でいただけたのかもしれない、ありがとうございます。ちょっと読ませていただきますね。あ、ハッピーバースデーが入ってる、わー嬉しい、ありがとうございます。やっぱねこういう紫のとか探してくれたんだろうなって思うとめちゃくちゃ嬉しいです。二重尽くしの1年でありますように、二重尽くしで過ごしましょう、ありがとうございます。そしてねまだ入ってるんですよ、ありがとうございます。たくさんいただいてしまって、本当にお誕生日だけどさ、そんなにいただけると思ってなかったんですごく嬉しいです。え、かわいい、お箸、私お箸今家族となんか色が混ざってどれが自分のか分かりづらいんで、これ私の前箸にします。かわいすぎるでしょう、え、めっちゃ嬉しい。こんな感じで紫とか黄色とか水色とかいろいろ入ったやつ、ありがとうございます。そして最後がこちらのポスターが入ってた、私が持ってない、ニナちゃん、ニナちゃんのポスターだ、ありがとうございます。そしてもう一人がまこちゃん、ありがとうございます。私が持ってないのをご存知でちょっとねいただけたのかな、ありがとうございます。嬉しいんだけど、ポスターいただいてしまって嬉しい、ありがとうございます。ということで、はい、本当にたくさんのプレゼントありがとうございました。次がねこちらになります、ありがとうございます。なになになに、かわいい、こちら紫の袋に入れてくださってます、すごい、たくさん入ってる、ちょっと待って、嬉しすぎて一個ずつ紹介しますね。プレゼントフォーユー、クッキー、私の地元に洋菓子が美味しいところが多いので県外の人には知らないこちらで、ありがとうございます。私クッキーめっちゃ好きなんだけど、クッキーとチョコがめちゃくちゃ好きなんでありがたいです。え、すごい、こんな可愛く包装してくれるなんて。そしてですねお手紙の方もいただいてて、ちょっとね分厚くてすごいなんかワクワクするんで後で読ませていただきます、ありがとうございます。そしてこれがすごい、これハンドメイドされたってことですよね、めっちゃすごいんだけど、まやちゃんのマカロンのなんていうの、これポーチにもなるキーホルダーみたいな感じなんですけど、え、すごい、こうやってちょっと物が入ってまやちゃんが印刷されてる、韓国語でまやって書いてある、ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いんだけど紫で、すごい。そしてまだまだ入ってた、うわすごい、まやちゃんのスローガンミニタオル、まやちゃんペンのお肉さんにと思って作りましただって、すごい、え、めっちゃ可愛い、見てください、こっちが表がこんな感じなんですけど、裏が見てまやってなってんの、めっちゃ可愛い、これ持ってこうやって応援するみたいな感じですよね、めっちゃ可愛い、え、すごすぎ、え、めちゃくちゃ可愛い、ありがとうございます。
そしてこっちがお肉さんのスローガンタオル。待って、やばー、嬉しい。見てください、お肉韓国、めっちゃ可愛いんだけど。え、めっちゃデザインも凝ってるしさ、これめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。はい、ということでめちゃくちゃもうすごいプレゼントばかりいただいて嬉しいです、ありがとうございます。もうこんなのさ、ちょっと作ってくださるって思ってなかったんで、本当ありがたいなっていう風に思ってます、ありがとうございます。で、次はねこちら行きたいと思います。ありがとうございます。あー、ありがとうございます。おめでとうの本が入ってる。めちゃくちゃ嬉しいね、ありがとうございます。ちょっとねじっくり読むんですけど、なんかすごい素敵な言葉がたくさんあった本でした。ありがたいです。なんか私が生まれた日をこんなにたくさんの方がお祝いしてくれるなんて思ってなかったんで、ありがとうございます。そしてね、次がこちらですね。何ネバールくんの卵って、住んでる県と市のマスコットグッズだって。コンサートでお会いしたいですね、ありがとうございます。すごい、何これ、ネバールくんってどこだ、あれかな、水戸かな、もしかしたら水戸だよね。殻を割ってネバールくんが出現、水の中で巨大化って書いてあるんで、お風呂でやりたいと思います、これ。嬉しい、ありがとうございます。私水戸ね、実はね一回だけ人生で行ったことがあって、すごく素敵な街だったんで嬉しいです、ありがとうございます。一つ一つに感動しちゃう。もうお誕生日過ぎたんだけど、全然なんかもうまだすごく気持ちが嬉しい気持ちになりすぎてやばいです、ありがとうございます。そして次がこちらですね。結構大きめですね、なんだろう、ありがとうございます。すごい、これ待って、お姉ちゃんめっちゃ喜ぶんだけど、見てください。ちょっとお姉ちゃん今下にいるんで C なんですけど、JRA 日本中央競馬会土屋太鳳さんデザイントートバッグだって。すごいんだけど、しかもこっちが土屋太鳳さんデザインスポーツタオルということで、うちのお姉ちゃん競馬がめちゃくちゃ好きなんですよ。で、ほんと競馬場とかもめちゃくちゃ行くぐらい競馬好きなんですけど、もうそれのねタオルとカバンくれました、ありがとうございます。これ姉ちゃんにね終わってから店に行くんで、はい、楽しみにしたいと思います、ありがとうございます。嬉しいんだけどね、これめっちゃ使ってるけど、ゴッとしたのじゃこの間そう、 JRA の馬のメモ帳です。ちゃんとペンもつけていただいて嬉しい、ありがとうございます。私の家族のこととかも気にしてくれてるっていうのが本当に嬉しくって、なんか私のね家族のこととかライブ配信で普段ちょっと話したりするんですけど、そういうものもねこうやって考えて入れてくれたんだなって思うと幸せです、ありがとうございます。そしてこちら、四つ葉のクローバー非売品、ロエベの非売品。何、どうやってこれ手に入れるんですか、すごすぎるんだけど。ありがとうございます。そしてなんとですね、ちょっとこれ本当に申し訳ないんですけど、あのチーバニャン、チーバくんのクオカードいただいちゃいました。そして普通にクオカードありがとうございます。ちょっとね本当に大事に使わせていただきます。家族になんかおやつでも買うときにこちら使わせていただきます、ありがとうございます。そしてねこちらもある CD をもらったんですけど、こちらも見させていただきます、ありがとうございます。そしてですね、はい、こちらポスターですね。リクちゃんだ、ありがとうございます。リクちゃんも私持ってないからめっちゃ嬉しいんだけど、ありがとうございます。そしてね、実はこれをねくださったのは私のアイドル時代のファンの方で、今ねちょっとこの YouTube を見てくれてて、こちらもねちょっと用意してくれて本当にありがたい。なんかそのアイドルの時のファンの方がまだ何人か実は見ていただいてるんですけど、なんて言うんだろう、文句を言ってくることもなく、私がなんか楽しく活動できるようにすごい応援してくれてて、すごく嬉しいなっていう風に思って、ちょっと先ほどね紹介しかけたんですけど、こちらですね。これ何かっていうと、お財布で自分で作ってくれるんですよ、そのファンの方が。はい、でここにお札も入れて、ここになんかお金も入れれてみたいな感じで、前もお誕生日の時にお財布作ってくれて、私ずっと使ってたので、はい、今度は多分まやちゃんのだと思って紫にしてくれたんだなと思います、ありがとうございます。なんか今までこうやって応援してくれるのもすごい嬉しいなっていう風に本当に思うから、はい、嬉しい、ありがとう。そして次はこちらですね、ありがとうございます。もう嬉しい、まやちゃんのあのサコッシュですね。私当たんないんですよ本当にね、なんか0時過ぎにやると当たるよって言っていただいたりもしたんですけど、本当にまやちゃんのサコッシュ当たらなかったんで、私にこうやって用意してくれました、ありがとうございます。ちょっと見てみますね。こんなサコッシュって中こんなにすごいことになってるんだ、いろいろ含まれてるんだ、なんかすごいしっかりしてる作りなの全然知らなかったです。しかもめちゃくちゃ可愛いんだけど、ありがとうございます。なんかこれなんか可愛くデコったりとかもっとして、めっちゃ普通に可愛いんだけど、これでライブとか行けそうなぐらい結構でかかった、思ったより。だし後ろにもチャックついてるし、こっちにもチャックついてるし、なんかすごい使いやすそうなので、ちょっと今かけて使わせていただきます、ありがとうございます。すごいね、サコッシュいただけたらもう
ありがとうございます。ちょっと明日からはね、違う子を狙って、はい、応募してみようと思います。ありがとうございます。そして次がね、こちらですね。ありがとうございます。お誕生日ぴったりに届けてくれました。はい、これですね。もういつもね、放送から可愛いの、ありがとうございます。なんだろう。まずね、こちらの、ハッピーバースデーのカードですね。あー、お肉さん大好きって書いてある。ありがとうございます。てか、本当にこんなお誕生日のカードとかをいただく機会って、本当にないからめっちゃ嬉しいんだけど。ありがとうございます。ちょっとね、こちらね、お手紙もう一個ついてるんですけど、こちらは後で読ませていただきたいと思います。そして、これがなんだろう。待って、何？え？え？可愛い！作ってくれてる。すごーい！すごい！めっちゃ可愛い、これ。待って。めちゃくちゃ可愛い。待って、壁が足りない、マジで。わー、ハッピーバースデーって書いてあるんだけど、めっちゃ可愛い。可愛すぎない？待って。本当に壁足りないし、本当に可愛いし、私これと今日から寝るって決めた。めっちゃね、触り心地いいんですよ、これ、ふわふわで。なのでちょっと猫にね邪魔されないのを信じて私の部屋でちょっとこちらね置いときますね。ありがとうございます。この子と一緒に寝させてもらいます。嬉しい。ほんとすごいね。ほんとに皆さん素晴らしすぎるし、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、どうしよう。もうどうやって伝えればいいんだろう。画面から飛び出したいんだけど。ありがとうございます。次ですね、最後こちらになります。ちょっとね楽しみにしたいと思います。え、めちゃくちゃいっぱい入ってる。待って、どれから開けようかな。まやちゃんカラーのバラっていうかお花が敷き詰められております。すごっ。待って、可愛すぎなんだけど。ありがとうございます。こちらがお手紙ですね。誕生日取扱い説明書。いやー嬉しい。待って、ありがとうございます。すごい嬉しいな。まずこちらの金色のから開けてみようかな。めっちゃ嬉しい。こちら日本の名優。待って、本当に嬉しいし、私の地元も入ってる。なんでね、嬉しいかって、私やっぱ家でね、毎日過ごしてて、入浴剤使いたいんですけど、入浴剤高いからあんまり高いの買えないんですよ、うちの家庭多分。なので、こんないいのだったら使っちゃう。ありがとうございます。ありがたい、本当に。めちゃくちゃ嬉しい。次違うやつだ。ありがとうございます。濁りの湯が入ってるんだって。本当に嬉しいんだけど、ちょっとお風呂がこれから毎日楽しみになりすぎてます。嬉しい、ありがとうございます。そして最後がこちらですね。おっきいですね、これ。すごい。わー、すごいんだけど。待って。お肉。すごい、抜けた骨が。待って。めっちゃ面白いし、めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ、しかもね、触り心地やばいんですけど、見てください。お肉。めっちゃすごい。待って。面白すぎる。待って、どれもインパクトありすぎなんだけど、ありがとうございます。すごい。いや、ありがとうございます。こんなに可愛いの。ここに置いとこう、これも。ちょっと、いつもね、ここにいろんなのが置いてあるんで、ちょっと見えるかわからないんですけど、ちょっと置いとこう。並べとこう、今日いただいたもの。マジでね、部屋が狭すぎて申し訳ないです。私、綺麗に置けないので、ちょっと待って、いろいろ置きたいんだけどさ、マジでたくさんいただきすぎて、ちょっとコロコロローテーションしたりとか、あそこにもね、実は棚があって、そこにこの前いただいたバスとか飾ってあるんですよ。本当に、私の家めちゃくちゃで広いわけではなくってあれなんですけど、ただねこうやって私の体を気遣ってお風呂をなんか楽しめるようにくださったりとか、このねぬいぐるみもめちゃくちゃ可愛かったです。ありがとうございます。ということでね、今回も本当に幸せでした。もうどれを見てもなんかもう本当に愛情がたくさんこもってたし、お誕生日過ぎたのにもっとなんかまた幸せな気分が戻ってきたような感じになれて、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。今ねいろんな動画上げてるし、私韓国に行ったらもっと上げたい動画とかがすごいいろいろあるってずっと前から話しているんですよ。やっぱ二重関連の動画とかももっと楽しいの撮れるかなとか、今現状ねなんかどういう動画だったら楽しく見てくださるんだろうなとかすごく考えることが多くって、こうやっていろんなお手紙とかをね見てると、少しでもねなんか私をきっかけにして二重を好きになってくださ、もっと好きになってくださった方とかが結構いらっしゃって、すごく幸せな気持ちになります。はい、これからも私も瞑想するかもしれないし、失敗することもあると思うんですけど、皆さんと一緒に成長していけるように頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございます。また次の動画も見てください。それでは。